This video is the listening exercise section from a Japanese learning blog. Kansan ki とは、企業やお店において、お客や注文が少なく、暇な時期を意味します。あまり良いイメージはなく、商売をしている方にとっては、残念な時期となります。先日私は、この閑散期について、閑散期って素晴らしいという経験をしました。1月にディズニーランドへ行った時のことです。後で知ったのですが、お正月イベント後の1月は大きなイベントがないため、毎年ディズニーランドは閑散期に入るそうです。子供の頃からディズニーランドイコール待つというイメージでいたので、乗り物もレストランもお土産屋さんも待つことなくスムーズに行けてびっくりしました。閑散期。立場によってはありがたいなと思った出来事でした。Thank you for watching. Please click the link below to see this video's related blog and study more Japanese at JOI.